上段の組織の作成ボタンをクリックし、組織を作成します。組織が作成されたら、プロジェクトの作成をクリックして、プロジェクトを作成します。プロジェクトが作成されたら、サービス選択を押して、セキュリティカテゴリの NHN アップガードを選択します。組織名、プロジェクト名、サービス名を確認した後、確認をクリックすると、NHN アップガードが活性化されます。ついに、NHN アップガードをご利用いただく準備ができました。